ルーム。5つ子プラスお嬢様プラスアルファなモテモテライフを楽しめる間宮くんちの5つ子事情は好評発売中です。私がプラスアルファという認識でいいのかしら。あらあらもしかしたら私のことかもしれないわよ。いやいや、父親との親子愛かもしれないぞ。それを言ったら友情的に俺の方が可能性高いでしょ。幼馴染ですし。どうしていきなりむさ苦しい光景になるのよ。宣伝に偽りありなんて見逃せないわ。風紀委員として取り締まるわよ。うん、実際はこう。わわわわ、これは一体どうして私までこんな格好に。間宮くんちの五つ子事情の本当の姿、出し惜しみしちゃダメだと思ったから。そうですね、本来の姿はこれです。ではでは、現在発売中の間宮くんちの五つ子事情をどうぞよろしくお願いします。